福島県道36号小野富岡線は、福島県田村郡小野町から、双葉郡富岡町に至る県道である。田村郡小野町と、双葉郡富岡町間を結ぶ、主要地方道で、福島県東部の阿武熊高地を東西に横断する路線。福島県が策定した、福島再生復興道路の一つである。5枚、沢港区東日本大震災以降、 復旧作業にあたる大型車の通行量の増加などにより、富岡川に沿う5枚沢軸の境愛区間の安全性が問題となってきたことから五枚沢工区の改良事業として建設され、鍋倉トンネル、新田荒沢橋、けど橋を含む五百四十メートルの区間が二千十六年六月二十日に開通した第一工区の残る区間も一部原動学福区間の部分共用開始を経て、 2018年9月28日に全線が開通した。鍋倉トンネルの旧道部分は2018年7月3日に、損道に移管された。現在は、終点側の5枚、沢に工区の用地取得が進められている、道路施設川内村下川内にて二級水系富岡川を渡る。2010年度より、道路橋梁整備事業として建設された。 建設途中に2011年3月11日に東日本大震災の影響を受けたが、東港区開通とともに供用が開始された。総工費は2億800万円。滝川港区滝川ダム建設に伴う水没区間の道路付け替え工事として建設された全長4865メートルの区間で2002年4月24日に開通した道路施設基地。 まだ高区川前町下請りの小木地区にある急勾配、急カーブの境愛区間を解消するため、全長 2km の遠区間が2006年度に事業化された。原動拡幅区間の部分開通を経て、残りの 1.2km の区間が2015年3月24日に開通した。またこれにより、福島県道287号上、 川内川前線との交差点の線形も改良された、道路施設トンネル、編集割山トンネル双葉群、川内村下川内浅田の入りに位置する、東トンネルの北側に位置する従来の割山峠を、越える急カーブ、急勾配が続く区間をバイパスするため、峠の手前で当時接続していた福島県道250号、下川内立田停車場線の山越区間を、 線形改良指導県道に編入する形で、緊急地方道整備及び地方、特定道路整備事業により1988年度より建設された。1990年2月28日に着工し、1994年3月10日に貫通、1997年4月15日に開通した。総工費は21億7000万円。以後、峠を抜けた後の地点で、 県道250号が分岐することになるが、木戸ダム建設に伴い県道250号のルートが変更され、東区間とは現在接続していない、鍋倉トンネル二葉郡川内村下川内に位置する、5枚、沢一港区の整備に伴い、電源立地促進事業として2013年度より建設された、2015年1月29日に寄港され、9月16日に貫通、 2016年6月20日に、航空一部開通に伴い供用開始された。総工費は9億3800万円。滝川トンネル双葉郡と三岡町上手岡畑坂の上に位置する。滝川航空の整備に伴い、福島県省総建設事務所による道路改築事業により1999年11月9日に、仮称1号トンネルとして寄港され、 2001年11月22日に貫通2002年4月24日に航空開通に伴い共用が開始された総工費は12億4500万円くぬぎトンネル双葉郡と三岡頂上図丘に位置する滝川ダム建設に伴う付け替えのための滝川航空整備に伴い福島県農林水産部と三岡用水改良事務所による 県営管外排水事業として1993年度より建設された。事業火事の名称は2号トンネル。1994年6月に寄港され、11月30日に貫通。2002年4月24日に航空開通に伴い供用が開始された。総工費は4億4800万円。欅トンネル双葉郡富岡町上津丘に位置する。滝川ダム建設に伴う。 付け替えのための滝川航空整備に伴い、福島県農林水産部と三岡用水改良事務所による県営管外排水事業として1989年度より建設された。事業火事の名称は3号トンネル。1990年2月に寄港され、8月31日に貫通2002年4月24日に航空開通に伴い供用が開始された。 総工費は3億1900万円。余市が平トンネル双葉郡富岡町上図丘に位置する。滝川ダム建設に伴う付け替えのための滝川工区整備に伴い、福島県農林水産部富岡揚水改良事務所による県営管外排水事業として1990年度より建設された。事業家事の名称は4号トンネル。1990年11月に寄工され、 1991年10月31日に貫通2002年4月24日に航空開通に伴い供用が開始された総工費は3億7000万円大倉トンネル双葉郡と三岡頂上図丘に位置する滝川ダム建設に伴う付け替えのための滝川航空整備に伴い福島県農林水産部と三岡用水改良事務所による 県営管外排水事業として1996年度より建設された。事業火事の名称は五毛トンネル。1996年7月に寄港され、1997年6月30日に貫通。2002年4月24日に航空開通に伴い供用が開始された。総工費は12億2800万円。例山トンネル双葉郡富岡町上手岡浅坂の 上に位置する、滝川ダム建設に伴う、付け替えのための滝川工区整備に伴い、福島県原町建設事務所による道路改築事業として1989年度より建設された、事業家事の名称は6号トンネル、1990年3月6日に寄港され、1991年11月7日に貫通、2002年4月24日に、 航空開通に伴い供用が開始された。総工費は10億4300万円。中華トンネル双葉郡と三岡町上図丘に位置する。滝川ダム建設に伴う、付け替えのための滝川航空整備に伴い、福島県農林水産部と三岡用水、改良事務所による、県営管外排水事業として1995年度より、建設された。事業家事の名称は七号トンネル。 1995年10月に寄港され、1996年3月25日に貫通、2002年4月24日に航空開通に伴い供用が開始された。総工費は12億2800万円。橋梁、編集入りに行った3号京滝根町、神保アザ入りに行ったにて二級水系夏井川を渡る。1939年にかけられた、急遽の老朽化。 福音教書、悪戦形の解消のため1997年度県単独協梁整備事業により、掛け替えられた。吉祥大橋岩木市川前町下け売にて、おじろい川を渡る。吉祥高区整備に伴い交付金事業として、建設された。総工費は8億1800万円。東京料と書き、上吉祥橋の名番は、岩木市立岡売中学校の生徒により記号された。 上吉間田橋、岩木市川前町下請売にておじろ川を渡る。吉間田航空建設に伴い交付金事業として建設された。総工費は8200万円。他の入りに東京川内村下川内に位置し、二級水系富岡川、水系鍋倉川を渡る。割山峠改良の一環として建設された。総工費は8400万円。 他の入り3号橋川内村下川内麻田の入りに、一市二級水系富岡川水系の普通河川、鍋倉川を渡る、割山峠改良の一環として建設された。総工費は1億1250万円。他の入り4号橋川内村下川内麻田の入りに、一市二級水系富岡川水系の普通河川、鍋倉川を渡る、割山峠改良の一環として建設された。 鍋倉大橋川内村下川内にて二級水系と三岡川を渡る割山峠改良に伴い仮設された総工費は3億300万円片倉大橋小滝橋滝川航区建設に伴い滝川六号橋として1993年度より建設された片持ち張り出し仮設工法で建設され建設当時福島県内での同工法では 最長の張り出し長62.5メートルを誇った。走行費は11億200万円。滝海大橋川田橋富岡町、大須川座川田に位置し、二級水系熊川水系境川を渡る、常磐自動車道常盤富岡インターチェンジの開通に伴いインターから国道6号までのアクセス改善のためのバイパス整備により加強された。橋上は上下対向2車線で共用されており、 下り線側に、福音5.5メートルの歩道が設置されている。総工費は1億1000万円。福島県道36号小野富岡線岩木、市川前町、下請り田村郡小野町田村市岩木市二葉郡、川内村二葉郡富岡町。ありがとうございます。